ラジオから行きましょう。大久保さん、なんか必要なものとかありますか？大久保さん、大久保さん、走ってる走ってる。はいはい、出番ですよ。はい、はい。ラジオカーはですね、仙台市青葉区の、江東台、の近く二日町まで移動してきました。はい、あ、そうですか。はいはい、はい、ここの近くにあるビルの2階に今お邪魔しているんですが、うん、ここに仙台を拠点に東北の旅行誌の制作を、まあ、主とする編集プロダクションがあるんですね。はい、でシュープレスというところなんですが、はい、まあ、あの東北の観光情報ですとか、あのウェブサイトなどでも発信している、会社なんですが、今日はそちらのこのシュープレスさんで新しいプロジェクト、震災後に、誕生した新しいプロジェクトについてちょっと伺おうと思いましてお邪魔しました。今ちょっとあの場所を、ね、移動してバタバタとしておりますが、うん、息上がってます。若干高橋さんです。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。どうもお願いします。高橋さん、ぜひあの、はい、ラジオをつけていただいて、あの、はい、スタジオの声も聞こえるようにぜひ、うん、はい、よろしくお願いいたします。あ、お願いします。いや、あの、うん、私はこのプロジェクトを何で知ったかと言いますと、うん、まあ、とあるあの冊子を拝見したんですが、うん、その中でかわいいボーダー柄のこけしちゃんが写っていたんですよ。で、このこけしかわいいなと思ったところから始まったんですが、はい、これってあのこのプロジェクトに大きく関わっている存在ですよね。そうですね、もうシンボルキャラクター、マスコットキャラクターも中心的存在ですね、本当に。このプロジェクト名ミアーマス東北ということなんですが、どういう意味なんですか？これはですね、あの、うん、エスペラント語で、はい、東北が好きという意味ですね。はい、はい、で、このプロジェクト の内容というのを詳しく教えていただけますか？はい、まあ、このプロジェクトというのがですね、あの弊社の方で、つながる広がる東北応援の輪というあのコンテンツをですね、震災後ホームページの方で立ち上げたんですけれども、まあ、その中の一つとして、このボーダーこけしというキャラクターのですね、グッズを制作しまして、それをあの、まあ、販売することで、その中から義援金を集めてですね、まあ、震災に被害に遭われた方にあの、まあ、少しでもお力になれるようにということで、立ち上げた企画になります。はい、あの今用意していただいたそのグッズ、3種類あるんですが、はい、まずはこのこけしです。そのボーダー柄のこけしなんですが、ボーダー柄っていうのはあの胴体の体の部分が赤い細い横縞なんですよね。そうなんですね、まあ、それが特徴ですね。横縞、はい、そして顔があの可愛い目がクリクリした目でそして髪型も特徴的ですね。もう本当になんていうんですかね、正統派ボブですね。ボブ正統派ボブなんです。もう木村カエラさんに負けないぐらいの、ね、もう木村カエラさんより早いかもしれないですね。はい、このこけしはもともとはそのシュープレスさんで、あの会社のキャラクターとしても存在していたんですね。そうなんですね、もう何年か前にあの弊社のスタッフがですね、あのこけしの絵付けに行った際に、まあこの ボブヘアとボーダーの目がクリッとしたこけしを絵付けしまして、それがもう会社のキャラクターとしてずっとあのいたんですね。であのホームページの方もちょっと見ていただけると分かるんですけども、トップ画面の方にもそのキャラクターがいて、それをクリックすることであのコンテンツが見られるようになっているんですね。はい、でこのこけしが実は手紙になっているんです。というとちょっとうんと思うかもしれないんですが、はい、こけしは、8センチぐらいの高さの、まあ、木のそのこけしなんですが、で幅はうーんと5センチぐらいでしょうか。本当にスリムな小さなミニチュアのこけしなんですね。でそのお尻の部分をポンと開けると、あ、高橋さんいいですか、ちょっと、はい、ポンと開けるとですね、はいはい、ポンとですね、はい、こうやってくるくるっとくるくるくるっと巻くとですね、はい、中からですね、あの、ま、巻き紙が出てくるんですね。そうなんですね。で、はい、これに開けてですね、あの手紙を書くことができるんです。で、まあ、このこけしの中にその手紙を入れて、うん、またくるくるっとこのお尻のところをですね、うん、巻いて、120円キットをですね貼って、うん、ポストに投函しますと、うん、このままこのこけしがですね届くんですね。こけしに切手を貼るんですか？すごい、その立体のこけしの中に手紙の巻物が入っているという状態で送られてくるんですね。まあ、こけし自体にあの切手を貼るんじゃないんですね。あのこけしの首のところにちょっとタグがついてまして、まあ、それにあの宛名を書くことができるようになってまして、そこにまあ切手を貼って、
って送るっていう形になってるんですね。とってもユニークで送られた方もすごいびっくり驚きと楽しみが増えるような、ね、そうですね、まあ、あの届いた方もびっくりすると思うんですけど、まあ、配達する方もびっくりすると思いますね。そうですね、確かにそれもありますね。そのまあこけしのお手紙と、はい、とそしてこけし の, あのこのキャラクターをもじったあのステッカーもあります。そして、はい、エコバッグもあるんです ね, ですね、はい、こちらの3点が、今回のグッズになっております。はい、このグッズ の, そのエコバッグなどに書かれているのがかわあのこちらもエスペラント語で何かこうメッセージも書かれてますよね。そうですね、まあ、今回そのデザインいただいたその、東京のクビーナさんというアトリエさんの方はですね、まあ、エスペラント語のデザインをあの特徴としてまして、うん、でまあ、エスペラント語といえば、まあ、あの宮沢賢治ということで、まあ、東北とのゆかりもあるちょっと言葉だと思うんですね。あ、そうなんですね。そうなんですね、でまあ、そこであの、まあステッカーの方にもですね、まあ、東北6県をイメージさせるような笹釜が食べたいですとか、うん、まあ、あの赤べこに会いたいとか、まあ、そういった言葉がですね、あの日本語、英語、エスペラント語の3カ国語でですね、あの表示されるようになっているんですね。それがまたあのデザインが素敵でなんかおしゃれなんですよね。そうですね、本当にもうあの白の上にこう黒と赤だけでシンプルなんですけどすごいこうスタイリッシュでスマートなデザインで、うん、これも私携帯にあのステッカー貼ってるんですけどなかなかいい感じですね、うん、はい、なんかあのこちらのこういったプロジェクトって震災直後からみんなでやろうってなったんですって。そうですね、もうあの震災を受けて、まあ、あの東北の、まあ旅行者の制作などを主にしている会社ですので、まあ、そこでいろいろとちょっと東北の力になれたらということも、ありまして、まあ、結構すぐにですねあのホームページの方をあのご覧いただけたら、お分かりになると思うんですけども、まあ、そのと、つながる広がる東北応援の輪プロジェクトというプロジェクトをすぐに立ち上げて、まあ、それであのホームページの方を更新してあの東北の方でですね、まあ、例えば泊まるだけで義援金をくれる宿ですとか、またはあの、まあ、東北の今ここに行けば大丈夫っていうようなあの観光地の情報ですね、そういったものをですねあの発信しております。はい、いやそれってあの、まあ、県外の人もそうですしなかなか県内にいてもあの自分自身で何か活動できないっていう人にとって本当にすごくためになる情報ですね。そうですね、本当にあの、東京ですとか、まあ、あの遠くの方からですね、まあ、ご覧いただいて、まあ、ここに行けばあの大丈夫なんだねっていうような、あの声とかも聞いたりしましたので本当にあのぜひご覧いただけたらと思います。そしてこの、まあ、プロジェクトの一つこのグッズ3種類今あるんですが、はい、このグッズというのは購入すると一部が義援金になるということなんですか。そうなんですね、あの、まあ、店頭での販売も行っているんですけれども、うん、まあ、あの弊社のホームページの方からですね、あの注文して、購入いただくと、全体の中からですね約 33% が、義援金として、分配されることになっております。はい、なんかあのゴールデンウィークあたりからのこの販売開始したということなんですが、はい、どういった方は購入される方多いですか。そうですね、まあ、あの本当にあの遠くは九州ですとか、うん、あのまあ、北海道ですとかあの遠くの方も、ご注文いただいているんですけども、うん、まあ、仙台市内の方もかなり、多くいらっしゃいますね。あのまあ、震災の時に何かこう遠くの方からあの、まあ、東京の方から例えば物資を送っていただいて、うん、それへのまあお礼ということで今回のこのグッズの方ですね、あの、うん、送らせていただきたいんですよ、すごくあの嬉しいお言葉、頂戴したりもしていました。うん、あ、そうですね、確かにそのあの今回の震災ではいろんなとこから食べ物だったりね、そういったものをあの送ってくれた友達ですとか親戚の方にお返しって時にね、そうですね、何を送ろうって時にこういったその地元のものでしかもその義援金になったり、何かこう被災地のために役立つものっていうのはいいですね。そうですね、うん、もう今回のグッズ完全にあの県内で全て生産していますので、まあ、そういったところで、まあ、宮城県内に少しでもこうお金を回すというか入れるというか、うん、そういったところでもあの、ね、協力できたらなというふうに思っておりました。はい、なるほど。今ちょっとあのスタジオの声が聞こえにくくなっててごめんなさい、あのもし、うん、あ、ロジャーさんの声が、ね、大丈夫よ、大丈夫ですか。うん、あの高橋さんはですね、うん、今お話をずっと伺いながらこのキャラクターのこけしちゃんとそっくりなんですね、うんうん、というのも高橋さん今日の衣装が赤い細い横島のボーダー柄のタンクトップに、タンクトップじゃないですね、これあの T シャツ、あ、T シャツ、失礼しました、タンクトップと T シャツ相当違うんですよ。そうですね、はい、
はい、そして高橋さんの髪型もですね、うん、このこけしちゃんに負けないぐらい黒髪が艶やかな、うんはい、恐れ入ります、うん、いやそして今後ろの方ではスタッフの方もこうちょっと笑い声も聞こえましたが、スタッフの方もとても仲の良い、すごく雰囲気が伝わってくるこちらの事務所ですね。ありがとうございます、はい、皆さんこの4人のスタッフの皆さんでこう何か東北のためにということで、うん、このプロジェクト本当に1週間後ぐらい、震災から1週間後ぐらいにもすぐに立ち上がったということなので、そうですね、まあ、震災からちょっとすぐに、準備して立ち上げましたね、はい、今後のこの展開としてはこのこけしグッズなどを使って何かこうしたいということはありますか、まあ、最終的にはボーダーこけし祭りを楽しいな、目指して高等大公園でこう、ね、決起集会をしたいなという、ボーダーで参加ですねそうですね、ボーダーで参加、梅津和夫さんに来ていただけないですか、ね、そうですね、梅津さんですとか、あとウォーリーを探せのウォーリーのコスプレ、ねえうん、あとね、ボーダーといえばアコーディオン奏者のコバさんね、コバさん、コバさんもね、ねえ、チャリティーで来てくんないかなチャリティーね、うん、ぜひ、そしてこのこけしグッズはそのホームページで販売もしていますし、うん、仙台市内でしたら取り扱っているお店も増えてきているんですよね。最後にご紹介いただけますか、うん、はい、ですね、いろは横丁にあるペチカ堂さんという、お店、うん、それからですね、こけしの島抜きさん、こちらアーケードにある島抜きさん、あとエスパル店さんの方でもですね、はい、取り扱っていただいております。はい、あとは東北ブックコンテナというイベントがありまして、これ東北各県のですね、はい、本屋さんですとか、まあ、雑貨屋さん、カフェなど東北産の商品が巡る、企画があるんですけれども、それで今会津の方に、商品が回っております。でこの後もちょっと展開がある予定ですので、まあ、インターネットで検索などしていただいて、ご覧いただければと思います。はい、これからもこのこけしグッズ、そしてシュープレスさんの皆さんの活動もぜひホームページなどでもチェックしていただければと思います。本当に可愛いこけしです。この手紙もらったら私は思わず笑顔になっちゃいます。そうですね、はい、はい、ありがとうございました。今日はミヤーマス東北という東北応援の輪プロジェクトを立ち上げました、こちらのシュープレスさんの高橋さんにお話を伺いました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。